マクチャンネル。さあ今回からは宮崎市民の森からお送りしていきますよ。このシリーズもゲストさんは来てくれるのかな。パピカちゃん、野田といえば何が浮かぶ？醤油と枝豆。そう、豆に熱いゲストさんが来てくれてますよ。こんにちは、パピカちゃんです。今日はですね、すごいですね、このうっそうとしたというか、こう爽やかなって言ったらいいのかな、新緑、まだ新緑には早いかな、もうそろそろ新緑かなというような季節の森に来てます。でこれがどこにあるかというと、野田市役所のすぐ近く、町のど真ん中なんですよね。こんなところがあったりするんですよね。市民のオアシス、宮崎市民の森というところに来てます。宮崎とつきますけど千葉県ですからね、ここはね。で今日はですね、またやっぱり私一人でこんなとこ歩いてたらただの不審人物になりますので、ゲストの方をあやみしています。とても素敵なゲストの方をね、じゃあどうぞ入ってきてください。こんにちは。こんにちは、マメちゃんです。マメちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マメちゃんだそうです。はい、普段はどのような活動をされてますか？お豆腐プロデューサーっていうお仕事をしています。はいはい、それはそれは、私全国にあるお豆腐屋さんを、はい、まあ、応援する活動をしてまして、まあ、例えば、はい、お子さんと一緒にお豆腐作りとかをやったり、ワークショップっていうのを開いたりですとか、はい、いろんな全国のお豆腐をこう皆さんにご紹介するようなイベントだったりとか、まあ、はい、基本的にイベントとかワークショップとか、まあ、本当にメディアでお豆腐を紹介するような。もしかして目隠しして食べて、これはどこのメーカーと何だとか分かったりします？でもね、結構分かりますよ。あららら、すごい。初めて食べたものでなければ、はい、割と分かりますね。で今日私今、はい、すいません、チラチラ見ちゃったんですけどここでアップで出ますかね。そう、これが気になっちゃって、お豆腐と、トミコハンさんという私の大好きな消しゴムハンコ作家さんが、これ消しゴムのハンコで作ったお豆腐。あら、でもっと気づいてるところがあって、はい、右にじゃじゃん、映りますか、はい、これはさやえんどうですね。さやえんどうのイヤリングなんですけど、はい、であと、もしかして上に着てるものもそうですよね。そうそうそう、なんとなく、なんとなくいや、私最初、はい、なんか動物が口開けて、いや違うな、よく見たらこのボは豆だなと思って、ね、視線を感じてたので、はいはい、言わずとも気づかれたかなと思って嬉しい。そう、気づいたんです。絶対なんか豆だろうなと思って。じゃあ今日はよろしくお願いします。豆ちゃんってことですので、はい、私この番組って言ったらいいですかね、はい、動画では、うん、市内の身近な草花を見たりするんですけど、はい、豆ちゃんなんてやっぱり豆の仲間をね探したいなと思って。豆科の植物、豆科ぜひ、はい、じゃあちょっと今ですね、はい、ここまで歩いてきた感じちょっと見当たらなかったんですよね。ちょっとやばいぞ、目をさらにして探さなきゃいけないんですけど。はい、わかりました。でちょっと今日は多分探さないと帰らないかも。え、本当ですか？そう、まだ朝早いんで頑張ります、はい、頑張りましょうか、はい、よろしくお願いいたします。あ、出たお花が一つ出てきましたね。まあちょっと毒があるんですけれども、いきなり毒あるやつですか？お豆腐に入れちゃダメですよ。わかりました。薬味にならない。紫ケマン。紫ケマン、はい、ケマンって仏壇に添える飾りのことなんですけど、はい、それみたいだからということでね、毒があるんですね。毒はありますけどね、はい、なんか美味しそうに見えますか？もしかして水煮できてて、まあなんかちょっとほじそうとかに見えなくはないかな。すごい、いきなり毒のあるいきなり毒から来ちゃいましたね。紫ケマンは春の里山を赤紫色に彩る野の花だよ。見た目はみずみずしいけど有毒なので食べちゃダメだよ。種にはアリさんの好物がついていて、アリさんが遠くに運んでいくんだ。とかどうですか？あ、すごい可愛い。遠くから見たら、なんか田んぼがっぽいですよね。うん、これ姫流金貨って言って、うん、ホームセンターで言ってます。なんか逃げ出しちゃったのかな。ホ
ホームセンターが逃げ出した可能性がある花ですか。ホームセンターを、はい、で売ってるのは誰か育てていて、そこから逃げちゃったかもしれないです、ね。種が飛んできて、はい、見える力がとても強いので、確かにすごい地を張って、はい、繁殖してますね。すごい、可愛い。紫ケマンはケシの仲間で、はい、これは金宝家の仲間ですので、はい、豆ではないんですよね。まだ豆かは見つかってないですね。はい、姫流金花はヨーロッパ原産で、早春の花の少ない時期に可愛い花を咲かせることから、一般家庭で栽培されているんだ。増える力が強いから各地で野生化しちゃってるんだ。あ、これはもみじいちごって言いまして、はい、木いちごの仲間です。実がなる。実がなります。それはパクっていきます。それは食べていい。はい、大丈夫です。でも、いやもうここ枯れてたから許して、ここ枯れて、ほら紅茶のここから先枯れてるってことで。ただこれあの、はい、もし実がなるとしたらもう咲いてるはずなんですよ。つぼみがないところを見るとこの子は実はちょっとつかないかな。もうちょい来年かかかっちゃうかも。実がつかないこともある。はい、もみじいちごは木いちごの仲間で、初夏にオレンジ色のいちごができるよ。これはそのまま食べることができて、甘酸っぱくてとっても美味しいんだ。いかがでしたか、まめちゃん。また素敵な方がいらっしゃいましたね。豆腐プロデューサーって初めて聞いたね。身につけてるものが豆だらけなのにとってもおしゃれで素敵だったな。豆への愛が伝わってくるよね。さあ、2人は無事マメ科の植物を見つけられるんでしょうか。それではまた次回に。